プエルテ・ベントゥーラ島はスペインの島。カナリア諸島に属する。島の人口は74,983人。中心地はプエルト・デル・ロサリオ。観光と漁業、農業が経済の中心である。カナリア諸島最古の島で2000万年前の火山噴火でできた。最初の住民は北アフリカからやってきたとされる。紀元前11世紀には、 フェニキア人が入植した。紀元前850年頃にイーリアスを書いたホメロスがカナリア諸島をインスレイ・フォアチャナティと書き残している。14世紀にスペイン・ポルトガルの探検家らが来訪した時にはイスラーム教徒のモーロ人が住みヨーロッパの奴隷商人と取引していた。1405年フランス人探検家ジャンド・ベタンクールが島を手に入れた。 かつての首都ベタンクリアは彼の名にちなんでいる。1708年から1859年まで軍政が敷かれていた。1852年女王イサベル2世によって島は自由貿易区域となった。島がアフリカ大陸に近接していることから大勢のアフリカ人密航者がモロッコから危険を犯してやってくるのが問題となっている。 年中が春のような気候である。暑いサハラ砂漠からの風が年中吹きつけている。冬でも平均最高気温が摂氏21度、平均最低気温が摂氏15度である。年間降水量は147ミ、mm、リメートルで、主に冬に降る。島の風景、ありがとうございます。